お疲れ様でしたもともとすごくいい素敵な歌詞がたくさんあるなっていうふうに思ってたのでこうやって一冊の本になるとこう歌詞に集中できるというか改めてすごく刺さる文章がたくさんあるなっていうふうに思いました一番最初はオレンジだったかな 1> こう高1ぐらいの時に初めて聞いてなんでしょう尾崎さんの声も特徴的じゃないですか一度聞いたらもう忘れないというかそこから一気に引き込まれたっていうのを覚えてます聞いててもキャッチキャッチというかあ今の歌詞もう一回聞きもう一回聞きたいと思ってわざわざこう歌詞を調べたくなるようなそううワードが隠れてるというか。 なんかカラオケとかであの挑戦してみようと思うんですけどやっぱあの女性からしても高かったりだとか友達にもクリープハイプが好きな子はたくさんいるんですけど「この曲高いよね」って言いながらでもすごいカラオケで歌詞が流れてくるのを見ながら「やっぱいい曲だよね」って <laughs>。<laughs> ちょっと男女のすれ違いみたいな。 あの曲じゃないですかあのミュージックビデオもすごい好きでこの曲を選ばせてもらいましたいつも曲で聴いてるとこう1番から2番になった時にあ女性から男性目線にあ変わってるっていうふうになるけどこう文章としてこうやって読んでいるとあそうだここから目線変わってるんだっていうふうに <laughs> 思って同じようなこうもう決めようかなもうやめようかなの部分で男性の部分はちょっと。 何でしょう女性に対してこう気だるさというかこう諦めに近いよ諦めというかちょっとそういった部分の方が強く出てるのかなっていうふうに読んでたのでそういうふうにそこを出せたらいいのかなって思って読んでました。あとドライヤーの音が消えるとかもなんかちょっと、うん、何ですかね気持ちがもう消えちゃったみたいなそういう部分がこう。 重なっているのかなというふうに考えさせられるような部分とかがすごく好きで、はい百八8編の恋が私はすごい好きでちょっと朗読は痛いがすごいあの続くので難しいかなと思ってちょっと今回は選択しなかったんですけど映画のエンディングで流れていて なんかそれでこれすごい曲だなっていうふうに思いながらその時も歌詞を調べてあっその「痛い」と「痛い」がかかってたんだって思ったり結構印象的ですね <laughs> この間初めてライブに行かせていただいて尾崎さんの弾き語りがメインだったんですけどなんかもうこのコロナが明けたら。 なんか余計にみんなでわってもうフェスみたいに盛り上がりたくなったというかなんかもっとみんなで楽しめるって日が早く来たらいいなって思ってその時には真っ先にクリップハイプさん聞きに行きたいなって思いました。